お前ら愛してるぜ、後藤輝樹です。今日はお前たちに木の入れ方を教えたいと思います。木な、木、この木、あのドラゴンボールとかでさ、木を入れるとかあんじゃん。木を入れるとか、あれ実際あるんだよ。木、あれ、アニメとか漫画だけの話じゃないね。木があるんだよ。俺今、木を入れてます。木の入れ方簡単。うん。で、この丹田にこの力をこう、入れる。このへそら辺、へその下ら辺。へそら辺よくわかんないけど。よくわかんないけど、丹田って言われてるけど、力入れて、イメージ、まあ、イメージ的にはこの背筋、ピンとしてシャキッとする。うん。この状態でキープ。常に。起きてるときずっとこれ。基本的に。これが気を入れてること。イメージする。なんかね、雰囲気で分かれ。そんな感じ。これ気入れてる状態。寝てるときは気抜いていいけど、起きてるときずっと気入れてること。それずっとキープすること。そうすると、強くなるから。じゃあこれ気を入れないとどうなるか、ちょっと今見せます。今入れてる状態。気を入れないと、こうなっちゃう。気を入れないとこうなっちゃう。うん。もう普通こうなるよ。気を入れないと。気を入れないと歩くとこうなっちゃう。気を入れると。気を入れるとこうなる。な？気を入れないと。気を入れないとこうなっちゃう。わかる？だから気を入れて生きる。うん。気を入れてた方が、だってかっこいいだろ？うん。気を入れるとかっこよくなる。強くもなる。元気にもなる。うん。わかる？木です。木。うん。ということで、お前らも、まあ、気を入れて生きた方が、気を入れる、気合入れて生きた方がね、いいと思います。信じるか信じないかは、あなた次第です。後藤輝樹より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。